はい。超駅太郎です。あのですね、やっぱりゆり子のことが私は頭から離れないですよ、この人。やっぱり基本に立ち返って、この人はどういう風なのか、経歴かっていうことで。いつも犯罪者を扱うようにね、こう犯罪者の人の経歴をこうやるんですけど、今回小池ゆり子さんやってみたいと思います。1952年、昭和27年7月15日生まれです。日本の政治家、東京都、知事、ね、第20代21代、都民ファーストの会。 特別顧問ということになっております。はい。ね。で、出身地が日本、兵庫県、出身校、カイロ大学、文学部、社会学科卒業となっております。うわ。ねここに出てやってる。ねえ。ハテナはついてないですね。クエスチョンとか、カモとかではないです。もう、堂々とバーンと出てます。で、前職はニュースキャスター。 アラビア語通訳。アラビア語が喋れるんですね。アラビア語が喋れる前に多分日本、あの、英語とかも喋れるんでしょうね。で、所属政党というのは、こっからですよ。すごいっすよ。日本新党、新進党、自由党、保守党、保守クラブ、自由民主党、政和会、無派閥、自由民主党、都,か都民ファーストの会、という風になってから、えー、希望の党、ね、そして都民ファーストの会、都民ファーストの会、の、になってるのか。今が特別顧問か。 もう代表じゃないのね。で、称号が社会学士カイロ大学1976年。私が10歳の時ということですね。うーん。ね。親族。小池雄二郎。ね。お父様。ね。うん公式サイト。小池百合子オフィシャルサイト。ちょっと怖くていきません。はい。あの、ちょっとここはまた後にしときます。ね。当選回数。東京都知事は2回。在任期間は2016年7月31日から。 ね。え、それと、えー、第2代、防衛大臣。あ、防衛大臣ねえ。防衛省長官じゃない、大臣になってから第2代の防衛大臣。ね。第1次、安倍内閣でなってると。はぁ、あ。え、ね、一1年、2007年の7月4日から2007年の8月27日。ね。約1年。で、内閣特命担当大臣。ね。 沖縄及び北方対策、ここもやってますね。環境大臣もやってますね。うん。最初は内閣総理大臣、補佐官から始まったんですね。これは、あいいあ,あ、そう第一で、安倍内閣から、はあ、まあ、安倍さんのあれなんですね、やっぱり。うん。はあ、衆議院から参議院になって、希望の党の代表で、都民ファーストの会代表で、ねえ。はあ ここなんですよ。こっからなですよ。追い立ち。ね。皆さん興味がありますよね。兵庫県足市に生まれる父が小池祐二郎は、戦時中、うん、な、なんとか、中浩二明さん、小島なんとかさんらが創設した、思想団体、スメラ学塾、なんか、なんか、驚、驚しくなって急に。 メンバーとして活動し、石油関連の貿易省として戦後に財を成した。へえ、また政治界の転身を考えていた父親は、スエジ、スエ、スエジ、ジ、え、スエジ、なとかさんに浸水していた。1959年に、えー、スウエジの、スウエジ一郎さんか、スウエジの主催する日本建政会がエジプト、ここからエジプトなんですね。エジプトの交流事業を行い、その一環としてアラブ、 アフリカ諸国に視察団を送る。視察団に参加したユージローは、エジプトの回路で感激し、え自分はここに残って商売がしたいあ、違うんだ。自分はここに残って、あの、国のために尽くしたいとか、政治家になりたいじゃなくて、自分はここに残って商売がしたいと言い出した。<laughs> と言い出したって言ってるんですよ、これ、ウキペディアに。ね。 ね、結局、周囲に説得させられて帰国するが、小池由里子とエジプトの縁はここに端を発した。なんか物語調になっておりますね。あもうこれ小池由里子さんのお話になりますよ。アシア市立岩園小学校、高南女子中学校、は南女子中。で、1968年に高南女子高校に進学、在学中はテニス部、ソフトボール部、ESS 部に所属した。 ね、ここ2年の1969年12月、千葉の祐次郎は第32回衆議院議員世選挙に石原慎太郎による将来的な新党決戦を見据えた。へえ、石原慎太郎さんと繋がっているんですね。日本の新しい世代の会の推薦を受けて、旧兵庫2区から無所属で立候補したが落選。 業者間転売品の仕事が立ち行かなくなったち父親は、急に変わったぞ。うん、ね落選。ここで悲しくわるんですね。業者間転売品の仕事が立ち行かなくなったんだって、父親は。1970年に、ムハマンド、ムハンマド。なんか、小池さんのとこ出てきますね、この名前。ムハンマド・アドール・カデール・ハーテムさんが来日すると、日本アラブ協会が主催した歓迎パーティーに出席し、ハーテムに、 自分を売り込んだ。お父さんだよね、これね。帰国したハーテムを追いかけ、同協会に所属する国会議員の紹介像を手にエジプトに飛んだ。さらにハーテムの違和を受け得たユージローは帰国後の同年10月14日、大阪クラブで講演を行う。 え、講演を行うんですね。中東から日本に入ってくる石油はすべてユダヤ人が経営する企業を経由している。今回の中東訪問で、ね、自分は人脈を築いたので、ユダヤ企業を通さず石油を強いられるが、足りないのは自盤の、自前のタンカーである。すげえな。と述べて投資を繋ぎ、商売を続けた。へえ、やるな、親父。ねえ。はあ。うん。で、 このユリコさんはね、湖南女子高校卒業して、えー、同年4月、関西学院大学社会部に入学。調度院大学士によれば、その後、ほどなくして父親の会社が倒産なんと倒産一家は東京都の六本木に引っ越して、調度院士の、調度院三年のね、の事務所で働いたという。へえ、そういうことなんですか。ね、エジプト留学。 1971年9月に大学を中退して父親の貿易先でもあったエジプトへ留学した。国際連合の公用語にアラビア語が加わる。胸をそう伝える記者記事を読んだのがきっかけだった。小池はアラビア語通訳を目指してカイロ氏のカイロアメリカン大学東洋学科に入学。ここでアラビア語を学んだ。エジプト滞在中にカイロ近郊にあるギザの大ピラミッドを登り、その天辺で茶道の形式に乗っ取りお茶を立てたことがある。え やばいな。はあ。別に、じゃ富士山の上で十字架を切るとかコーランを読むみたいなことなのかな。別に富士山は怒らないけど。まあ、違う。ね,ねうん。両親はちょうどいい市の、えー、資金援助でカイロ市で日本食レストランを経営するが、その会社は小池の留学中に倒産した。 いや、結構辛い人生ですね。もうお父さん、父さんが、すご、あんまりご商売が、お上手じゃないのかな。うん。ああね。タンカーを用意しろっていうぐらいの人ですから、ね、なかなかですね。私は好きですけどね。なんか、ね。1972年9月、海老大学の入学手続きを行う。同年10月、同大学、文学部社会科に、社会、 社会学科に入学。ここですよ、ここですよ。小池の著書によれば1年目に落第したとされる。落第してしまった。1974年、同大学の3歳年上の日本中入学生と結婚。夫はその後、同大学で進級できず、卒業を諦め、サウジアラビアに引っ越して就職。結婚から3年ほどで離婚した。なるほど。旦那も本人も、これ、えー、なかなか苦労しているんですよね。 さあ、こっからだぞ。こっからだぞ。1976年、日本航空回路支店の現実スタッフとして働き始める。ここにインタビューしてる動画が残ってるんですよね、えー。映像が。ね。ここですよ、ここ。だから、ここが落第してるんですよ。落第してる時に回路支店で、だから、落第してる。そこから通っていたのかな日本航空の回路支店に現実スタッフと働きながら大学に行ける。ね。そうなのか。ね。 いい時代ですね。多分、うんまあ、バイト感覚そんなことはないよね。同年10月、同大学、文学部、社会学校、卒業卒業しちゃうんだ小池によると、カイロ大学は主席で卒業したという。へえ、ここがもう、な、まあ、ここがわからないな。今、ここですよ、ポイントは。ね。主席で卒業したんだって。へえ、言ってないけど、 通ってないけど、300億を積めば、主席で卒業できるっていうことかな。わかんない。ね。はあ、来日するエジプトのサダト大統領夫人の、シバン・サダトをエスコートするために、同年10月11日、一時帰国。11月にはまたエジプトに戻り、12月に正式に帰国した。へー。なるほど。ねえ 素晴らしいじゃございませんかこれ, <laughs> んこ,れんこれ。うーん、これ、中止、どうなんだろうこれ。うん。ここには、どうなんだろううん。ウキペディアには、載ってないよね。この、まあ、これ、読みながら見てるんで、 こういうことなんだよね。皆さん。さあ、こっからですよ。こっから追求が始まるのか。テレビはね、あの、はやらないよ。やってないけど、こうやってネットの中ではガン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 。だって、本当かどうかのことじゃないこれ、うん。卒業証書を作ってんの今。ね今更出てきても怪しい。ねここ、ね目が離せないということです。以上です。